はい、ということでヤンキーチャンネルから、つながってね、ちょっと、次はね、こっちの上のルームツアーをしたいと思います。こっちはガレージだったんですけどね、こっちはヤンキーチャンネルの方でやっております。はい、まずね、こんな感じの玄関具合です。靴がね、置けないの全然。このシューズボックスがさ、こんだけしかないから、ちょっとね、シューズボックスを買わなきゃなーってとこですね。はい、ということで上行きたいと思います。よいしょ。そう、これね、引っ越す時にね、ちょっと結構当たっちゃって、冷蔵庫とか、冷蔵庫じゃねえな、なんだっけ、洗濯機とか傷ついちゃった。まあしょうがない。はい、こんな感じでスリッパ置き場、香水、メガネ、では行きます。ドン。はい、これが私の家でございます。部屋でございます。ダイニングルームキッチン、これワンルームって書いてあるんだよな、ここの物件の感じだと。ワンルームってこういうことなの？まあダイニングキッチング、ダイニングキッチンって感じ1LDK っちゅうのかな、まあそんな感じですよ。ここがパソコン使ったりするってとこですね。下行ったり上行ったりやってるけど、はい、これ充電できたりするんですけど、ここでやっております、いろいろね。はい、でこのこれいいですよね、なんかこれおしゃれじゃないですか。でもこれってあれなんですよ、クロスなんですよ普通に。はい、結構おしゃれな感じでいいと思います。で、これを持ってきたソファーですね。あとこのこいつらも一緒に連れてきましたよ。はい、あ、そうそうそう、これがね、これはね、お菓子ボックスです。私のドン、オートミール、プロテインバー、プログラノーラ、ロイヤルゼリー、大豆ジャーキー、あとブレミカジャパンの商品ですね。スイスを発生させたりだとかするやつとか、あとはアマニ、ですね、アマニパウダー、はい、っていうおやつコーナーからね、あとここね、いいっしょ、ここで、ウイスキーとかバーボンとか、飲んでたらおつじゃないですか。酒飲んでねえけど今、この感じのカウンターダイニング、カウンターキッチンですね、これ好きなんですよ。はい、アレクサ、そう、アレクサまだ繋いでないんだよね。すみません、インターネットに接続できません。はい、でこちらが、あ、今ねまだ途中だったな、コーヒーをね、今これブルーマウンテンなんですよ、ブルーマウンテン、味美味しいと思ったらね、もう値段 2.5 倍ぐらいなんですけど、味わかんねえ俺。はい、で、はい、ここでバターコーヒーとか作ってるんですけど、アマニオイルと MCT オイルですからね。はい、でもなんか最近は普通にコーヒーを単体で飲むような形にしてます。まあ、気分で変えてますね、そこら辺は。でこんな感じになってます。うん、上がロフトなんですけどね、ちょっと待ってくださいね。はい、ここを、そう、なんかもうすごくスッキリさせるためにこのね、これだけにしたの。ここに何にも置かないことにしたの、水切りとかね。でこれは最初からついてなかったんで、はい、買ってきました。うん、こちらは粉末のビートオリゴ糖と、なんだっけ、チアシードかと、ピュアココア、ラカンとエリスリトールで、これがね CBD オイルですね。でこれが超高濃度マグネシウム、毎朝飲んでるやつ。あら、よいしょね。はい、でこちらがね、丸先輩とね、あの小田原じゃねえや、なんだっけ、鎌倉だ、いた時に作らせてもらったやつ。はい丸先輩、エプロン。はい、でオートミールはもらいました、ジュリママさんに。でこれもね買ったんですよ、もう前のやつが古かったんで、はい、買ってきました。レンジ黒にしたの、わざと。
で冷蔵庫も買ってきました。これも黒にしたの。これリサイクルショップで買ったんだ。あれ、この上のやつもリサイクルショップで買ったか。だからリサイクルショップだね、2つともね。はい。でゴミ箱を断捨離で捨てちゃったんですけど、別にここに置きたかったなとか思ってね。断捨離は断捨離でいいけど、必要なものも捨てちゃうっていうところがありますね。うん、はい。でここになんかね、変なスペースがあったからね、変なスペースというか置くスペースがあったから、そこにね袋を入れてね、保管することにしました。はい。うん、すっきりしててなんかおしゃれな感じでしょ、ここ。どうですか。あ、でね、これがこれは本棚なんですけど、まあ本全部売っちゃったから、あ、残しとけばよかったとか思ってこれも断捨離のね、弊害ですね。はい。あ、でね、あんまりちょっとこれ下の方にしとこうか、外が見えちゃうと微妙だから。うん、これは洗濯物です。こんな感じのベランダになってます。うん、ここもちょっと履かないとね、綺麗にしたいね。洗濯物がいい匂い。はい、まあそんな感じで、ちょっとロフト行きましょうか。あ、でね、ロフトで寝たりガレージで寝たり、自分どっちかでしてるんですけど、ロフト暑いんですよ。だからサーキュレーターっていうのを買ってね、エアコンここでバーってやってたとしたら、こっから上に流すという感じで、これもゆうやに教えてもらってね、やるようにしてます。あ、でね、ここに元からあったんですよね、階段があるから、食器入れたりだとか、サプリメント入れたりだとか、まあ健康食品ですよね、あとサプリメント、アミノマキア、ファスティングマイスター学園ですね、そういうやつです。スーパータオルとかもそうですよ。はい、よいしょ。これも普段から1日1本2本ぐらいは、飲んでますと。はい、美味しいです。あ、でね、まずロフトの前にこっちですわ。はい、トイレとなんだっけこれ、洗面台だ。洗面台はこんな感じになってます。はい。で、そう、これをね持ってくるときにすっそ重くて、俺とユアとエイジでやったんですけど、めっちゃぶつけて、結構あそこはね、階段のところが傷ついちゃったみたいな。で、こちらがお風呂。うん、このね、これも統一してるんですね、この木目調というか、似た感じになってますからね。はい、いい感じです。お湯の追い炊きもできますしね。うん、 あとなんかね、ここね、全然あれですけど、ブレーカーなんですけど、一回めっちゃつけすぎて停電っていうか、パチッて切れたんですよ。で、普通だったらこれやらなきゃいけないんだけど、勝手に戻る仕様だった。初めて、こんな家。うん、切れてもすぐに勝手に戻ってくれるの。はい。で、ここトイレ。うん、こんな感じです。はい。おお、これはもう使ってないですけど、ケトスティックですよ。ケトン体が、測れるやつです。うん、ティッシュ3倍巻きがいい感じなんですよね。うん、なんか変えるのめんどくせえし、だからこれだったら結構使えますからね、長いこと。キッチンタオルはめっちゃ使う。はい。おお、パッキンっていうか、あれスポンジがないんだな。はい、こんな感じですね。では、あ、ここからね、上行きましょうか。はい。あ、ここにもね、棚があったんですよ。棚があってね、何を置こうかなと思ったんだけど、普通に普段使うような感じの服系をここに置くようにしました。はい、ドドン。で、俺、そうだ、前にも紹介したかな、小学校の時にね、サッカーやってたんですよ、エオハラフットボールクラブ。めっちゃ好きだった、でもめっちゃ下手だった俺これうん、はい、もうこれ何年前なんだ、6年、平成6年、25年、27、8年、もっと前、30年ぐらい前なのかな
いや27、8年前だな。はい、まあいいや。でここから登っていきましょう。よいしょよいしょ。そうそうそう、これここに来たから買ったんですよね、布団、敷布団、何にも、なんかカバー買ってねえし。はい、そんな感じですね。ここ暑っ、暑いんすよ。上の方に熱気たまんすよね。はい、ここも物置ですね、完全に。で、ここ、そう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 。開けれたりつうか、ちょこっとね、隙間があるから、隙間を開けれたりするんで、くるくるっと回すと。はい、ここにちょっとね、でもね、昼間寝る場合にね、日が差してきちゃうから、カーテンみたいなのつけないといけないんだけど、ね、あと換気扇もあります。はい。こんな感じです。上からの景観はこんな感じでございます。うん。よし、下降りましょう。まあ、こんな感じですね。すごい、過ごしやすいというか、なんか快適ですね。なんだろう。今までの家で一番いいかもしれない。うん、ここだけじゃなくてガレージの紹介、ヤンキーチャンネルでしてるんで、そっちの方もちょっと見てほしいんですけど、うん、ガレージとロフトで寝るっていうことをなんか気分で変えたりできるし、うん、それがねなんかすごくいいなって感じですね。一つのところにとどまってない感じ。はい、よいしょ。ということで、ルームツアー、新居のルームツアーをさせてもらいました。はい、終わります。さよなら。